つなぎの時が来ましたわ。ずっとその手を離さないで抜こうあなた君とはぐれた5分しか遅刻してないわね。進歩したじゃない。4分32秒だよ。そんなことよりメリー、今日の新聞読んだ？月に関するニュースが載ってるわよ。あなたと違って私は携帯で新聞読んでるから、月に限らず有人火星探査の新情報とかも全部知ってるわよ。あの計画ってまだ続いてたんだ。ま、火星探査なんてどうでもいいわ。メリー、まずはその月旅行の話よ。うん、月と星を見るだけで時間と場所が分かってしまう蓮子の目には、月面がどう映るのか知りたいしね。ん？私の目に映る月面？そりゃここは月面ですって分かるんじゃないかな。特に変わったことは。で、いつ行くの？月面旅行。メリー気が早いわね。まあ目新しいからきっと混むだろうし、早いうちに予約だけは済ましておきたいわね。夏休みとかはめちゃくちゃ混みそうだし、暑そうだから少しずらして秋にしない？月や宇宙が暑いってことはないと思うけど。同感ね。秋の方がいいわ、日本的で。どうせなら今年の中秋の名月に行きましょうよ。お団子持ってね。そうしよう、そうしよう。よし、決まりね。重い金はまだ帰ってこないのか。ヨミ様はある地上人が月の都に侵入したと言っていた。これを機にもっと地上の話を聞きたかったな。宇宙には魅力があるわね。どうしたの？
ため息なんてついちゃって。地上にはもう魅力がないとでも言うの。16時31分、宵の明星が見えたわ。地上にはもう不思議がほとんどないからね。年子ぐらいこの世界の仕掛けが全て見えていると、もう心に虚無主義が顔を出し始めてくるのね。虚無主義とはひどい言われね。だからこそメリーの目が羨ましいのよ。不思議な世界もいっぱい見えて、ついでに言うと月面の結界の切れ目も見てもらいたかったわ。月面ツアーが安かったらね。以前に見つけたあの古書に書いてあった、月にも忘れられた世界が隠されているはずよ。高度な文明を持ち、高貴な人が住む月の都、その世界を見られるのはメリー、あなたしかいないわ。確かにね、人間が集まって開拓が進む前に行ってみたいわ。そうと決まれば。はあ、早く準備しないとね。月の都を見たければ、まず月の都についてもっと勉強すればいいのかな。知識が境界の切れ目を明確にするからね。いや、どちらかというとまずはバイトから始めないと。ツアー代を稼ぐと。喋るのはケーキを飲み込んでからにしなさい。もうすぐ夕食の時間よ。ちょっと待って。月には不老不死の薬があるらしいのよ。不老不死ね。まあ世界のすべてを見抜いていて、虚無に支配されている蓮子には不要でしょ。誰が虚無主義よ。私は生きる力でいっぱいよ。今は宇宙のことで興奮して夜もぐっすりなんだから。じゃあ不老不死の薬が手に入ったら蓮子は使うの？不老不死の薬？もちろん使うわよ。物語なんかでは不老不死は辛いものだとされているのはなぜだかわかる？あれはみんな欲深さへの戒めと権力者への反抗を歌っているだけよ。でもそれが反対に不老不死の薬の実存性の裏付けの証拠になっているわ。不老不死は死がなくなるんじゃなくて、生と死の境界がなくなって生きても死んでもいない状態になるだけよ。まさにネクロファンタジアの実現だわ。陛下、判明いたしました。矢心殿。矢心思いかねとかぐや姫が結託し、御神藩士禁断の薬を。陛下、この件はかぐや姫と関係ありません。すべて私めの独断です。どうか私めを罰してください。矢心殿、それは事実と相違しますね。かぐや姫は禁薬政策に関与したと供述しましたよ。かぐや姫をここに連れてくる道中、ささらえ殿がすでに簡単な尋問を済ませております。矢心殿が今さら責任はすべて自分にあると主張するのはいかがなものかと。その通りでございます陛下。かぐや姫は認めております。矢心殿に禁薬の政策を命じたのはかぐや自身だったと。かぐや姫の衛兵たちもそれを証明できます。そうです、私が思い金に作れた。お黙りなさいかぐや。軽はずみな発言は慎みなさい。薬を製作したのは私めでございます。数千年前のあの事件を知りませんがゆえ、かぐやに責任はありません。すべては私めの教育が至らなかったせいです。陛下のお許しを請います。陛下、かぐや姫と矢心思い金の二人が禁薬製作に関与したこと、確固たる証拠があります。それに陛下の御旨に反したことを二人とも認めております。陛下のご意向のため、どうかこの二人に厳罰を。事の顛末は把握した。矢心殿に
共同不意気届の席はあるが、罰するほどのものではない。かぐや姫は朕の意に反し、他人に禁約の政策を要求し、そして服用した。そこから生まれた汚れは月の都を汚染した。これは厳罰に値する。つくしんの、かぐや姫に追放の刑。よい。不死の薬といえばね、月の姫様、かぐや姫が帰る前に帝にも残してやったのよね。それで帝はその薬を飲んだの？飲んでないに決まってるでしょ。でなきゃその時の帝は今でも生きてることになるわ。物語の中の存在じゃなくなってね。今でも生きていたら研究材料として解剖されちゃうね。それよりメリーはこの薬の行く末が気にならない？もし帝が飲んでいなかったらきっと他の誰かに飲まれてるわ。そうね、伝説の中では処分されたのだけれど、不死の力を含む薬はそう簡単に処分できるものかしら。調べる必要がありそうね。いずれ。月は本当に魅惑的な存在ね、メリー。そうね。お二方に報告いたします。地上の妖怪が満月の道を通り月の裏側へ侵入しました。月の都へ攻め入るつもりかと。すでに月の都の防御結界まで迫ってきました。やはりこうなったか。ささらえ殿。はあ、速やかに兵を召集しろ。はっ。地上の妖怪の動向を監視する役目を担っていた矢心思いかねが、少し前にかぐや姫を連れて離反した。その後継者である綿月姉妹はまだ未熟者で、地上の妖怪の進行を防げないであろう。今回はあなたが直に迎撃部隊を率いてください。ああ。月の都には一辺たりとも汚れを入れさせはしない。月の都は防御結界に包まれていて直接入ることはできないようで、破り方を探し出すには少し時間がいる。スイカ、月の軍勢はすぐにでも到着するでしょう。私が結界を破るまであなたが指揮を取りなさい。おう、任せてくれ。月のやつらをひねりつぶしてやるよ。ゆゆ子、手はず通りに。月人に見つからないようにでしょ。もちろん。
この結界の仕組みが分かった。連れて撤退しなさい。私の結界もそう長くは持たない。ちょっと待って月の民にはめられたようね。もう私たちは地上へ帰れなくなったわ。ゆかり、あれを見ろ。これからどうなっちゃうのかしら。汚き地上の妖怪どもよ、おとなしく降伏しなさい。もう逃げ道はないわ。これこそが月の賢者様が仕掛けなさった罠よ。ねえ、蓮子。ん？月面ツアーが高くて無理だったら。だったら？何か別の方法で月に行けないか考えてみない？あの妖怪のように。お姉様。ん？前回の事件から数十年は経ちましたね。近頃ウサギたちの間でまた地上人が月に攻めてくるなんて噂が立ち始めています。その時はまた頼姫にお願いしますね。冗談じゃないですよお姉様。今のウサギたちはこんなに緩んでいるのに、お姉様もちょくちょくサボりに加担していますし仮に地上人が本当に攻めてきたら全く当てにできませんわよ。
ちょっとね、お姉様。そうね。頼姫は成長したし、地上人の信仰を退けることぐらいたやすいでしょ。でもお姉様全然成長してないじゃない。それに本当に何かあるときはお師匠様も地上から力を貸してくれますわよ。前に地上に降りてお師匠様に会ったのは数十年前のあの騒ぎが終わったばかりだったわね。今の月の都にはお師匠様の味方がほとんどいません。つく神王たちに疑われないためにも私たちはもう地上には降りられない。お師匠様は地上でどうしているのでしょうか。お師匠様のことだからきっとうまくやっているわ。かぐや、連月祭もそろそろ終わるよ。団子を用意しましたわ。早く来なさい。ウサギたちがはしゃいでいるから早く来ないとお団子なくなっちゃうわ。まったくエイリンたら。分かってるわよ。どうせ私の分は残しておいてくれるって。あら、姫様に隠し事はできないのね。そりゃあね。もしかしたら他にも月に行く方法があるかもね、殿下。メリー、まさか。そう。砂はほかほかね。最初は月面の温度を心配してたんだけど、意外に快適だね。私にもちょうだい。あの影が閉じるまでこの暖かい月面を調べる時間は十分にあるわね。うん。
かしい。全然出番なかったじゃない。そうだな、レイム。しかしまあ、この二人が生きてる時代ってのは何十年も後だね。ああ、そう言われると余計悔しくなった。主人公のくせにな。そうよ、下界の二人じゃなくて私こそが主人公なのに。本作品は上海アリス弦楽団様の作品、東方プロジェクトの二次創作だぜ。上海アリス弦楽団様とは一切関係ないんだぜ。あの、サナエ様ですか。お戻りになられたのですね、サナエ様。サナエ様だ。サナエ様。サナエ様がお帰りになられたのですか。サナエ様がお帰りになりました。神様のご加護に違いないわ。サナエ様、あなたのお帰りを私たちはずっと待ち続けてきました。何かお役に立ったのですか。あの、サナエ様、お帰りなさいませ。お戻りになられました。あの、でも相変わらず安定ですね。本当に嬉しいことはありません。ただいま帰りました。ずっとその手を離さないで、向こうはなぜ君とはぐれた。悲風活動記録、放り。本作品は上海アリス弦楽団様の作品、東方プロジェクトの二次創作だぜ。上海アリス弦楽団様とは一切関係ないんだぜ。科学の時代だっていうのにまだこんな場所が残っていたなんてね。そうね、伝子の故郷東京も随分古臭かったけれど、まさかあれ以上なんて。メリーひどいよ。東京はレトロなの。レトロ。何か教会の隙間でも見つかった？いいえ。けれど。けれど？ここの建物の雰囲気。
私が夢の中で見たのと少し似ているかもしれないわ。レンコったら、もう、もう、あれ、メリー見て。今私たちはここにいる。次の角を曲がれば着くわね。うん。どんな人が住んでいるんだろう。私たちだとあの古書がいつの時代の書物か見当もつかないし、もしかするとこれが書かれたのはすでに大昔のことかもね。ここまで来たんだし心配してもしょうがない、しょうがない。なるようになりますよ。さあ。うん。森屋神社か。おーい。古びた木造建築、今の京都では滅多に見られないわね。さっき通り過ぎた建物よりも一層古いって感じね。随分広そうな庭ね。庭の片方が資料館で片方は住宅みたいね。扉が開いてる。今でもここは資料館として機能しているということかしら。でもこんなところに果たしているのかどうか。入ってみないとわからないわ。行くわよメリー。お、いきなり引っ張らないでよ、もう。小さな神社があるね。昔どこかで聞いたんだけど、お賽銭は5円が基本で10円じゃダメらしいよ。ご縁がありますようにってことでしょ。このご時世律儀に守ってる人なんて誰もいないわよ。神頼みなんてもう適当にやってる世の中だからね。そうなんだ。何かしらの境界の隙間感じ取れる？メリー？全然。ここに境界の存在は感じないわ。場所間違えたのかしら。地図見せてちょうだい。あ、向き違ってる。ここで合ってるはずなんだけど、どうしてだろう。普段から誰か住んでるようね。ん？あれはポスト？あ、レンコ、これ見て。どうしたの？コチやサナエ。ここで間違いないよね。ならどうして教会の存在を感じ取れないんだろう。わからないわ。ここに入った途端何か手がかりがあるのだとは思ったのだけれど、何も感じないわ。それは置いといて、場所が合ってるならもっと奥の方に行ってみようか。ちょっと話聞いてる？もう待ってよ、レンコ。ちょっと待って、早い。ちょっとメリー、これ見て。ミシャグジの神って書いてある。ミシャグジの神、確か諏訪で祀られている土着神だったかしら。諏訪大明神とも呼ばれているみたいね。うん。これによるとコチヤ家は代々ミシャグジの神への祭祀の秘宝を受け継いでいるよね。でも諏訪大明神はここに逃れてきた竹見中田の神に鎮圧されたと。ああ、缶のポイ捨て、罰が当たりそうね。きっと神様を信じてる人なんてもうほとんどいないからこういうことになるんだろうね。神の存在は科学的に否定されちゃったしね。神様の伝承と深い関わりがあるこの場所でも何も感じ取れないわね。
今の日本はまるで神々の墓場ね。レンコ、こっち来て。あっ、どうしたの？いいざまね。メリー、ひどいよ。帽子が頭部の防御値を上げてくれたおかげで無傷で済んだわね。こんな時までからかわないでよ。カモイ低すぎるよ。話戻すけど、ここずいぶん古びてるわね。神社本来の姿を保つために近代化改修してこなかったようね。このご時世には珍しい管理者ね。レンコ、庭がある。ああ、まあ、レンコってば子供みたい。綺麗な庭。そうね、とても静か。時間が止まっているみたい。落ちないでね。私はレンコほど不注意じゃないわ。あれは油断しただけ。私の方がメリーより。わっ、メリー。私の方がしっかりしてるんだから。ありがとう。どなたかしら。すみません。私たちは、サナエさん。ああ、そうそう。私たちはサナエさんって人に会いに来たの。サナエ。サナエ様。もしかしてサナエさんですか。サナエのことご存知なんですか。私はサナエの姉、弥生です。お姉さんなんですね、メリー。でもサナエに会いに来たのでしたら、彼女はもうこの世にはいません。この世にいない。お亡くなりになられたんですか。いえ、私も詳しくは分かりません。あ、でもきっと今でも別の世界で生きているのだと思います。死後の世界ではない、別の世界で。それはもしかすると幻想郷のことかしら。幻想郷ご存知なんですか。うん、ええ。そうですか。もっと早く気づくべきでした。お二人はわかる方なのですね。失礼しました。ではどうぞ中へ。どうやら間違いないね。ええ。お邪魔します。お邪魔します。まさか今になってサナエを訪ねてくる方がいらっしゃるなんて思いもしませんでした。にしてもすでに消え去ったサナエの存在を一体どうやって知ったのですか。どうも。消え去った、どういう意味ですか。あの時からサナエはまるで最初からこの世界に存在しなかったかのように、人々の記憶から消え去ったということです。記憶から消え去る。詳しく説明してもらえますか。亡くなった人が記憶とともに世間から忘れ去られるのとは違うのです。まるで彼女が初めからこの世に存在しなかったかのように。初めから存在しなかったかのように。あなたはオウム返ししているだけね。役所で資料とか残ってないんですか。確かあの年代でもすでに電子データ化はだいぶ進んでいましたよね。どこにもありませんでした。すべての記録が
抹消されたかのように。じゃあ表の名前は。私が書きました。彼女に関する全ての記録がない中、彼女の存在を覚えているのは私だけです。全ての記録ですか。全てがなくなったわけではないようです。はい、少々お待ちください。サナエさんで間違いないですか。ええ、このミナリはコチヤ家の風法理の装束に違いありません。なぜ弥生さんだけサナエさんを忘れなかったんでしょうか。それは血のつながった姉妹だからでしょうか。お姉様、本当に都会に行ってしまうのですか。ごめんね、あっちの大学に受かったから。お姉様にしばらく会えないと考えると心が張り裂けてしまいそうです。安心しなさい、定期的に帰ってくるから。必ず。あなたくらいね、私を気にかけてくれるのは。あれから一度も彼女とは会っていません。彼女がどのように消えてしまったか何かご存知ですか。私も詳しくは分かりません。当時私は横浜の大学に在学していましたので。そうですか。あの頃の私は家族とあまりうまくいっておらず、結局大学に通っていた4年間一度も実家には帰りませんでした。話が長くなってしまってごめんなさいね。いえいえ、そんなこととんでもないです。続けてください。卒業後しばらくは横浜に住んでいましたが、早苗のことが気になって、そこで一度実家に帰ったんです。その時少し常識外れなことをしてしまい。何をなさったんですか。私は早苗になりすましていました。なりすまし。ええ、私が実家に帰った時にはもうすでに早苗はいませんでした。そして帰ってきた私を見た近所の方々は私を早苗だと思い込んでいました。どうして近所の方々は弥生さんのことを早苗さんだって思い込んだんですか。いくら姉妹だからって双子じゃあるまいし。どう言えばいいのかしら。当時彼らは私のことなどどうでもいいようでした。どういうことですか。その話をするには私たちがまだとってもとっても幼い頃から話さないといけませんね。私たち姉妹は小さい頃から仲が良く、早苗は私のことをお姉様などと呼んでいつも私を頼ってくれました。けれど私たち一族は神様の子孫で、最大の使命の一つとして神への祭祀があります。その中でも我がコチヤ家の秘術はひときわ大切でした。しかし私には霊力がほとんどありません。神の存在を感じ取ることも、
その姿を見ることも、その声を聞くことも、すべてできませんでした。それでは伝承者は。そのため、私は長女でありながら、一族に伝わる神職にはつけませんでした。神の姿を見る？ということは、神様は実在するんですか？私は神の存在を感じ取れません。けれど、私はそう信じています。早苗さんはその存在を感じ取れたんですね。はい、早苗は生まれついて強大な霊力を持っていました。彼女は小さい頃から神様と交流し、その声を聞くにとどまらず姿すら見えていました。歴代の中でも飛び抜けた資質の持ち主だと言われています。早苗は神様と交流さえできる一方、私は神の声すら聞こえない。神を祀る一族として、周りの私に対する態度は。けれど、私と早苗の仲だけは本当に良かったんですよ。そんな妹を見て、思わず面倒を見てあげないとと思ったのです。彼女のこと嫌いにならなかったんですか？あのような扱いの差は子供心に随分響きました。おじいちゃん、おじいちゃん、学校の先生が言ってたの。たとえ第一志望の大学、お静かに。正幸様は今早苗様への秘術伝授の儀を準備なさっています。弥生様にできることはございません。お控えください。その時私は確信しました。これ以上この家に残る意味はない。こちや家にとって秘術の伝承と神様への仕えは何よりも大切なことですから、私のために心を痛める必要はありません。仕方がないことです。横浜から帰ってきた後、早苗さんになりすましていたとおっしゃいましたが、その間弥生さんの行方を尋ねた人はいなかったのですか？残念ながらいなかったようです。私のことを気にかけてくれるのは早苗ぐらいです。申し訳ありません。お姉さまがこの手紙を読んでいるとき、私はすでにこの世界にいないのかもしれません。かなこさまが幻想郷への引っ越しをご決心なさいました。信仰がより充実した場所らしいです。神の御子として私もご一緒しなければなりません。もう二度とお姉さまに会えないかもしれません。それでも、早苗はいつまでもお姉様のことを思い続けます。お姉様も早苗のことをずっと覚えていてくださると信じています。ただ最後にもう一度だけまたお姉様とお会いしたかった、それだけが心残りです。その日から私は早苗として生きてきました。私たち姉妹は似ていますので誰も気づきませんでした。この家の中で弥生は必要とされない人間です。長い間家に帰ってこなくても誰も気にかけませんでした。でもいくら姉妹だからって途中でバレたりしなかったのですか？例えば秘術のことについて聞かれたりした時とか。そう聞いてくると思っていました。以前早苗はよくその手の話をしてくれました。その多くはこちや家の跡取りしか知り得ない秘伝でした。このことはもちろん神官たちには知られていません。そうなんですね。なるほど。それなら神官たちも信じてしまうわね。それに実は早苗になりすますことをやめた後に気づいたのですが、人々の認識の中で、いえそれに限らず、神社や我が家に代々伝わってきた神話にも変化が起きたのです。
神社や神話の変化、具体的にはどういうことですか？確かここの神社の名前は諏訪神社。神話は竹見中田の神のお話ですよね。内容は確か大国主の子竹見中田の神が国譲りの途中で竹見和地の神に敗れ、諏訪地区まで逃げてきて、そこの神様である御砂久寺の神を征服したですよね。最終的には諏訪地区を占領して諏訪の主祭神になっただっけ？はい、変化後の神話では確かにそうなっています。え、変化後？この話は変化した後の話だったんですか？はい、詳しい原因は分かりませんが、早苗が消えた際にもう一柱、一緒に消えた神様がいたのです。その名は守屋諏訪子様です。守屋諏訪子様ですか？私も詳しくは知りません。早苗もよく分かっていなかったようですけれど、記録が変化する前、諏訪子様に関する記載は残っていました。今知られている記載とは違い、当時諏訪地区を滑る神様は御砂久寺の神ではなく諏訪子様でした。そして御砂久寺の神は諏訪子様のお使いだったのです。お御砂久寺の神は現在の伝承の通りで非常に残虐なたたり神でした。そのためそれを鎮めることができる諏訪子様には当時異常なまでに信仰が集まりました。それは諏訪子様を核心とする国家が出来上がるほどに。国ができるほどの信仰心ですか？はい、でも太古の時代ではそこまで珍しいことではありません。その諏訪子様が治める国にある時別の神様が攻め入ったのです。その名は八坂加奈子様。八坂加奈子様。はい、今の記録の竹見中田の神ではなく、変わる前の記録の中では竹見中田の神と呼ばれる全ての神は八坂加奈子と呼ばれていました。言い換えれば記録の中の八坂加奈子は全て竹見中田の神になってしまった。攻め入った際の話は今の記載と重なるところもありますが、簡単に言うと外部の大和の神である加奈子様がこの地に攻め入り、この地を滑る諏訪子様はそれを迎え撃ちました。加奈子様に対抗するため諏訪子様は当時最先端といえる鉄器を使いました。しかし加奈子様は鉄器の欠陥をよく理解なさっていたようで、すると湿気でそれを朽ち散らせました。確かに有効な手ね。結果は火を見るよりも明らか。諏訪子様は負けを認めざるを得ず国を譲りました。そして加奈子様はこの国の統治者となり、この神社の主にもなりました。加奈子様はずっと主祭神であり続け、諏訪子様は引退してしまいました。引退後の諏訪子様の記録はありますか？いえ、当時の記録はあまり残ってはおらず、詳しい内容は知り得ませんでした。もっとも今ではそれに関する記載も全て消えてしまいましたが。それではこれを見てもらえませんか？これはあのお二方に関する記録が未だに残っているなんて。どうやらお二方の神様も早苗さんと同じくその本の中には記録が残るようね。なるほど、それなら理解できるわね。つまりこの本によると諏訪子様は純粋な信仰心の存在、そのため彼女が別の世界に行った後、人々の信仰心は薄れ、そのまま彼女に関する記録はこの世界から消えてしまった。ええ、辻褄が合いますね。
それにしてもこの変化の影響は尋常じゃありません。しかしそれに気づいたのは私だけでした。そして人々の神社に対する認識は誰も疑問を持たないまま、まるで当たり前のように変化してしまいました。私が気づくことができたのはこちや家の人間だからでしょうか。認識の変化とは、今の私たちのこの神社に対する認識と同じように変化したということですか。はい、今人々は当然のようにここをかつての名の守谷神社ではなく諏訪神社と呼びます。守谷神社、この本に載っている神社の名前ね。そして当たり前のようにここで武見方の神と八坂留の神を祭り、二尺寺の神の伝説を口にする。元の神である八坂かな子様と守谷諏訪子様はまるで存在しなかったかのように、私は神の存在を目にすることができませんので、神様がこの神社にいるかどうかは分かりませんけれど、あなたたちが持ってきた本からして、お二方の神様も早苗さんと同様に何らかの方法でこの世界から去ったということになりますね。神様が消え、記録も自然と変わってしまった。はい、その時からこの神社は神様がいない、もぬけの殻になってしまったのかもしれません。神は幻想となり、この本でいう幻想郷に入ってしまった。今は御狩神事の時期、外の世界でも御狩神事が行われているようでしたら、この鏡を通して見ることができるはずと諏訪子様が教えてくださいましたが、見ない方がいいとも意味ありげにおっしゃっていました。どういう意味なんでしょうか。外の神社がどうなっているのか、お姉様が元気かどうか気になってしょうがありません。とりあえず見ちゃいましょう。最近なぜか腹の減り具合が尋常じゃないわ。お、お、なんか鏡おかしくない？なんでもありませんよ。見せて見せて。本当になんでもありませんよ。見間違いかな。お腹が減りすぎて幻覚でも見えたのではないですか。はあ、社内でも時々注意しなきゃいけないことがあるわね。昔から口酸っぱく言ってるじゃないか。鏡で外の世界を覗くな。神力に影響が出るかもしれないでしょ。分かってますよ。分かってればいい。心配してくださってありがとうございます。わあ、今ご飯作りますね。サナエは未だに彼女のことを忘れられないようね。二人ともあんたの子孫なのに少し酷じゃない？サナエだろうが弥生だろうが、私はどちらか一方の肩を持ったことはない。二人は血のつながった姉妹といえど、いずれ違う道をたどらなければならない。もしサナエが今の弥生を見てしまったら。肩は持たないって言っときながら細かいこと気にしちゃって。サナエを信じな。あの子ならきっと美味しいご飯作ってくれる。しょうがないやつだな。お姉様、ずっとあんなことをしていたんですね。あなたが外の神社にいてくだされば、私も安心できます。
いつも頼ってばかりですね。迷惑もかけてばかりで、きっと大変だったでしょう。ありがとうございます、お姉様。早苗さんに関する記憶や記録が全て忘れられていたと最初におっしゃっていましたが、横浜から帰ってきた後、早苗さんになりすましていらしたんですよね。なのに早苗さんは忘れ去られてしまったんですか？それは先ほどおっしゃっていた早苗さんへのなりすましをやめたことに関係しているんですか？答えにくいようでしたら言わなくても大丈夫ですよ。いいえ、言います。ここ数十年来誰にも話したことはありません。ずっと私の心の奥底に眠っている、思い出したくもない若さゆえに犯してしまった罪の記憶ですので、あの時の私は嫉妬に心を奪われ、身の回りの真実が目に入りませんでした。身の回りの真実？先ほど申し上げたように、小さい頃から私は早苗との扱いの差から、早苗に対して強い嫉妬を覚えると同時に家族を憎く感じることもありました。ええ、私は憎しみに心を奪われ、家から離れたい一心で横浜の大学に進学しました。そして一度たりとも実家に帰らず、一度も早苗に会わず、祖父の葬儀にさえ出席しませんでした。そこまで？しかし早苗になりすまし始めて2年目の冬、私はある手紙を見つけました。それを読んだ後、私はなりすましをやめたのです。すると部屋から踏み出した瞬間から、人々は私を弥生と認識するようになり、早苗はまるで初めから存在しなかったようになってしまったのです。手紙？どんな手紙ですか？祖父が横浜の私の住所に送ってくれた手紙です。読みたくありませんでしたので、私は実家にそのまま送り返してしまいました。とても驚きました。日頃私など気にもかけない祖父が手紙を残してくれるなんて。そうですよね。中には一枚の写真が入っているだけでした。写真？小さい頃の私と早苗、それと祖父の写真でした。祖父は私と早苗の頭を撫でながら、私と早苗はとても朗らかに笑っていました。そんな楽しい時期もあったなんて完全に忘れていました。この写真は私の記憶の呪縛を解き放ってくれました。私の記憶の中では嫉妬と憎しみ以外にも愛と幸せもあったのですけれど、私はそれらを完全に忘れていました。祖父は亡くなる前にあれほど私に会いたがっていたというのに、私は身勝手な考えで帰りませんでした。早苗も私が約束を果たすのをずっと待ち続けていたというのに、結局私は一度も会いに行きませんでした。私はそれでもまた早苗に会いたい、今でも毎日そう願って。でも早苗さんも同じことを思ってるかもしれませんよ。あのおばあさん、ずっと独り身みたいね。このままだとこちあけの神様の血脈は途切れちゃうのでしょうね。神様が信仰されないこんなご時世で、神様の血を継いでいるとしても何の意味もないわ。そうだね、なんか悲しい話よね。けれど
数十年間ずっと心の奥底に閉じ込めてきた秘密を打ち明けた分、彼女も今後少しは楽に生きられるでしょうね。一つ分かったことがある。この本に記載されている内容こそがこの世界の真実なんだ。それに対して私たちのこの世界に対する認識はねじ曲げられたもの。その通り。諏訪湖毎年恒例の花火大会ね。うん、綺麗な花火だね。けれどこの美しさの後ろに隠れた真実は、もしかするとこのうつろな美しさよりもはるかに残酷なのかもしれないね。美しかろうが残酷だろうが、その背後に隠れている真実を見つけ出すことこそが私たち秘風クラブの役目だよ。美しかろうが残酷だろうが真実を追い続けるいつか機会があったら私たちの発見を本にまとめないとね。そうね。じゃあまずメリーのペンネームから考えようか。もうともに生まれて遥か離れて核も儚き人となれども、その記憶は決して消えず雷みとして今もなお声を聞け。それがくさびになればと願うこと、すべてなくして何も残らなくとも、その歌だけは決してなくさないように。どれほどの道を歩いたことだろう、それでもあなたは歩き続けたく、たとえあなたのそばにはいられなくとも、あなたの耳にいつか届けたい歌。風の歌、願いは遠くへ、どこまでも遠く遠くへ、いつかどこかで歌った、あの日のよう。元気かな、サナエ。よっと。
何考えてんの？なんでもない。今回一瞬たりとも出番なかったとか考えてた？言わないでよ、もう。しかも森屋神社の早苗が主役張ってたぜ。お前の負けだな。ああ悔しい。私も本編でかっこよく登場したいのに。今回は次は絶対出てやるとか言わないのか？次あるかどうかふやふやだし、私が主役になれないのならない方がマシだわ。あ本作品は上海アリス弦楽団様の作品、東方プロジェクトの二次創作です。本作品は上海アリス弦楽団様と一切合切何にも関係ありません。まだ時間あるよね。じゃあ私の話しちゃおっかな。だって本編では全然話す